こんにちは。4月17日。もうすぐ午後2時になろうとしています。で、昨日ですね、住野隼人さんというピアニストです。去るね、ショパンコンクールにも出場しまして、何年でしたっけね、あれは。去年？その前の年かね。ちょっと覚えてないですけど、ショパンコンクールでも優秀な成績を収めた方なんですが、その方が昨日ね、自分の YouTube チャンネルで、120万人登録者が到達したということで、記念ライブをされていたんですけれども、まあ、ライブ自体は40分に満たない短いものだったんですけど、電子ピアノを使ってね、なかなか、マックは、野外でやってたんですけど、どっかの建物のご自宅か、近くの公園みたいなところかわかりませんけど、夜景が見えてまして、現地はカリフォルニアで7時半ぐらい回ってたんですかね、夜も。やられてましたが、後半はですね、ゲストを迎えありまして、どういう方かっていうと、ホセ・ジェームスっていう方なんですけど、こういう方ですね。最新アルバムは、このオン&オンってやつですかね。まあ、ジャズ系と言ったらいいでしょうか。その手の音楽が好きな方は一度聴いてみたらいかがでしょうかね。2曲ぐらいですかね。このアルバムの中の曲をやってたと思うんですけれども、今日もなんかカティンさんはライブがあるらしいんですよね。夜の9時から。水筒って書いてあったかな。水槽って書いてあったんでしたっけ。私のツイッターアカウントにも上げてあるのかな？水浴か。水浴ってなってます。水浴となってるんで。何の水浴かはよくわかりませんけど。上げとこうかな。今日の21時って書いてありますんで、4月17日21時からライブやそうです。この人は結構変わったことやる人で、YouTube チャンネル。いろいろ趣向を凝らして、面白いチャンネルなんですけど、今回どういうことをやられているのかわかりませんけど。で、話は元に戻しますけど、このホセ・ジェームさんが歌って、まあ終わって、まあその時点で私はホセ・ジェームさんというのはどういう方かわからなかったんですけど、そこで、まあ、CD とか出してあるんかなと思いまして、見に行ったらですね、この、Lean on Me っていうアルバムがですね、在庫切れになってまして、多分この、私と同じようにどんな人かなと思って、Amazon を見て、先頭に出てきたのがこのアルバムなんですけど、在庫切れになってましてね。まあ、これが在庫切れになるんやったら、先ほどこうお見せした、こちらも在庫切れになってるはずなんですが、これはなかなか出てきませんね。こう、
ホセ・ジェームスではなかなか出てこ、先頭には出てこなかったです。これがね、よくあることなんですけど、アマゾンでは、こう、新聞とか、まあ本でもそうですけど、書評とか出てね、好意的、否定的な、に関わらず、こう、品切れになるんですよね、アマゾンでは。在庫切れになったり、品切れ。で、ああ、そんなに人気ある本なんやと思って、本屋さんに行くと、普通にあるわけです。今回もそういうことだと思うんですけどね。多分、レコード店っていうか CD 店っていうところに行けば、どちらの CD も普通にあると思うんですけどね。そういうことをちょっと思ったんで、まあ、つまらない内容ですが、開けてみました。それではこれで失礼します。